眼科医の平松です。今日は、視聴者さんから先生腸結構弱かったみたいですけど、どういう風にしてるんですかってご質問をいただいたんでお答えしようと思います。僕子供の頃から結構腸弱いんですよね、お腹痛くなってトイレ行きたくなったりとかあって、僕は多摩市っていうところに住んでて、多摩センターって駅があって、高校が、筑波大附属駒場高校って言って駒場東大前ってところにあって、1時間ぐらいかな、かかるんですよ。で、正直言って1本で乗ってシューッと行けるところなんです。なんですけれども、1本じゃないな、乗り換えはあるんだけど、1回乗り換えで行けるところなんですけども、で、明大前って駅まで行くわけなんだけども、だいたい1時間ぐらい。で、その時間も、途中でトイレ行きたくなる可能性があるから、急行とかじゃなくて各駅乗ってたって、そんぐらい超弱いんですよ。だからね、大変ですよね。普通だったら急行とか特急とか乗って行っちゃうのに、各駅じゃないとちょっとトイレ的にまずいからみたいな感じで乗ってたって、そのぐらい超が弱い。じゃあ今はっていうと、今そうでもないんですよね。もちろんね、普通の人に比べれば弱い方だと思いますけれども、そこまで、厳しいってことはないです。ただ、ね、タンパク質とか取りすぎるとちょっと下ることはあるんですけど。じゃあ、どういうふうに今してるかっていうと、正直ね、サプリメント的なのを取りすぎてるんだけど、これが正しいかはようわからんけど、一応僕はこうしてますっていうふうに思っていただければと思います。僕は何取ってるかっていうと、一つはイヌリンって言って、要は、水溶性の食物繊維ですね。っていうのが、腸内環境もある程度整えやすいっていうね、ものがありますので、イヌリンを摂取しているってことです。で、それ以外にはですね、エビオス錠って知ってますかね。エビオス錠ってやつとか、あとはビオスリーハイとか、ビオスリーハイとか見えるかな、ビオスリーハイとか、ここら辺を飲んだりしている感じです。あとはバナナとかヨーグルトとかをちょっと取ろうかなっていうふうにしてんですけど、昔からバナナヨーグルトってちょっといいと言われてて取ってたんだけど、やっぱそれだけだと僕今一歩だったんですよね。で、エビオス、ビオスリーハイ、イヌリンぐらい取ってきて、ちょっと落ち着いてきたかなと。とはいえこれ本当にこの影響なんかわかんないです。正直言ってリズムがある程度作れてきたからそうなってるのかもしれないし、これを飲むといいですよとは僕は言わん。あくまで、僕はこういうものを摂取したりしてますって。結構ね、サプリメント取りすぎじゃないって思うかもしれないし、僕も、ちょっとこれ取りすぎかなと思うけど、取ってますというのをちょっと一応ご紹介、今現状しました。他にもね、先生こういうのどうしてるとかってあったら、ご質問にお答えしていくんで、コメント欄とか書いていただければ、あとチャンネル登録、ベルマークもよろしくお願いします。